第4代レノックス博、マシュー・スチュアートは、スコットランドの貴族。スコットランド女王メアリー1世の2番目の、オット・ヘンリー・スチュアートの父で、スコットランド王権イングランド王ジェームズ6世、1世の祖父にあたる。第3代レノックス博、ジョン・スチュアートの息子で、スチュアート家の一族であるが、王家の直系子孫ではなく、ロバート2世の祖父。第5代王室執事長。 ジェームズ・スチュアートの弟に始まる文家、スチュアート・オブ・ダーンリー家の末裔である。ただし、父方の祖母エリザベース・ハミルトンが、ジェームズ2世の娘、メアリーを母とすることから、スコットランドの有力な王位継承権者であった。1544年に、マーガレット・ダグラスと結婚したが、彼女はイングランド王ヘンリー・パッセイの姉、マーガレット・チューダーを母とする。 ジェームズ5世のイフ妹で、イングランドの有力な大池継証券者であった。マーガレット・ダグラスとの間には、ジェームズ5世の娘である、メアリー1世と結婚した、ダーンリー・キョヘンリー、レノックス・ハク・チャールズが生まれている。長男ヘンリーとメアリー1世は1565年に結婚し、翌1566年に一子ジェームズが生まれた。しかし1567年、 ヘンリーは変死を遂げ、メアリーは敗位されてジェームズが王位についた。メアリーのョアニマリー博、ジェームズ・スチュアートが摂生となったが、1570年に暗殺された。ついで摂生となったのが王の祖父であるレノックス博魔衆であったが、翌1571年に殺害された。ありがとうございます。